女王の教室、女王の教室、女王の教室は2005年7月2日より9月17日まで毎週土曜日21時21時54分に日本テレビ系列の土曜ドラマ枠で放送されていた日本のテレビドラマである。主演は天賀ゆ希。2005年8月27日は24時間テレビ放送のため休止。 2006年3月17日18日の21時22時54分、宮崎放送は4月8日15日の12時13時54分には続編として本作の前日端を描いた SP ドラマが放送された。強権的な態度でクラスを支配する女教師、阿久津天也、甘貝祐希と半崎小学校6年3組の児童との1年間にわたる 戦いを描いた学園ドラマ、神田和美、志田未来を中心とした24名の教え子の思想、心理、成長を軸として物語が描かれている。中学生になった和美が、先生アロハ、と言い、マヤが封印し続けていた笑顔を見せた、最終話のラストシーンでは瞬間視聴率31.2%を記録、初回、 14.24%から最終話、25.3%の上げ幅10.9ポイントは、フジテレビ系、神様、もう少しだけ、18.2%、28.3%、28. 10.1ポイント、以来7年ぶり。同局としては、星の金貨、7.2%、23.9%、23. 16.7ポイント、以来10年3月ぶりの高記録で、21世紀に、 放送された日本のテレビドラマとしては初回の視聴率から初の10%超えを記録した。1990年代は10%を超えた。作品が13作品あったが2000年代では唯一の作品でもある。台湾や韓国などアジア各国でも放送されている。2006年7から10月に放送した香港では最終話。 視聴率28.0%、平均視聴率25.3%を記録し、日本ドラマとしては、史上最高視聴率を記録した。金八先生、極戦、ジーティオ、キッズ、ウォーなど、熱血や道徳を定番かつ主要なテーマとしていた、従来の学校教師ドラマとは対局をなす、アンチテーゼ的な内容が大きな反響を呼び、 開始早々から公式 BBS やあなたと日テレなどをはじめ賛否両論の議論が巻き起こり PTA などの団体から名雑誌で非難されるなどした主演の展開は本作と役柄の性格が対局をなすマイクールに放送されていたリコン弁護士 E、ハンサムウーマンフジテレビ系からニクール連続での主演となりリコン弁護士 E、ハンサムウーマンの最終話 2005年6月28日と本作の第一話2005年7月2日が同じ週に放送された。主演の展開の代表作となったのはもちろん当時12歳だったシダミライや11歳だった福田真由子の出世作としても知られている。ロケ地には旧体トーク立つた中小学校が使われた。この物語は 悪魔のような鬼教師と小学6年の子供たちの戦いを描いた1年間の記録である。小学6年生になった神田和美は小学生最後の1年を楽しもうと張り切っていた。しかし、使用式当日、和美の担任は時間が無駄になるという理由で出てこなかった。噂では、その担任は有名な鬼教師で、彼女が担任になってしまうと、 地獄のような一年間を過ごすことになるという。そして教室にその鬼教師、阿久津麻也が入ってきた。テストの成績が悪い児童や麻也に立てついた児童に代表委員と称して雑用係を務めさせるなど、冷酷に見えたマヤの真の狙いは、教師が壁となり立ちはだかること。それを乗り越える努力をさせない限り、子供たちは真の壁を乗り越えることができない。 これに最初に気づいたのが和ずであった。最終回の卒業式、卒業証書授与式のシーンでは、50音順ではなく、成績順で呼ばれていたため、成績順位表を表記。この卒業証書授与シーンで、名前が判明した生徒が多数いた、最終回までのシーンで名前で何らかの形で、呼ばれたのは10人程度だった。本作では、 本編の過激な内容から、スポンサー各社に苦情が寄せられたことを受け、提供クレジットの表示を自粛する動きが出た。番組スポンサーのうち、顔は、当初から、提供クレジットを表示していなかったが、第5話第8話では、全スポンサーが提供クレジットを表示せず、表向きは、パーティシペーションの状態とな。第9話では、明治聖火の一社のみが表示され、第10話、 最終話なしではこれにコカ・コーラを加えた2社が提供表示された。ただし、提供クレジットを表示しなかったスポンサーの CM も、スポット CM のような形で放映された。なお、SP エピソード2の前半1時間、土曜21時台で提供クレジットを表示した、スポンサーは、先日の2社と、NTT ドコモの3社のみであった。また、 番組開始当初の提供クレジットは日本テレビで定められているものではなくドラマ独自のものを使用していたが第9話以降とスペシャルでは日本テレビで定められているものを使用した DVD について2014年6月12日より8月1日まで毎週水曜日木曜日21時55分23時5分に放送された韓国のリメイクテレビドラマ 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。